カオトティ、どうも、今井俊介です。田辺川村だよ。はい、というわけで今日はこちらの1月18日そして2月1日にあるハーモニーコンサートのちょっとね宣伝をしたいと思ってこの動画を回してます。はい、大阪と東京桜ホールでございますね。新年めでたい感じにやっていきたいと思いますので。そうですね、どうぞ。年明けすぐのコンサートですね。やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、というわけでゲストに来ていただきました。はい、南雲彩さん、そして新橋ゲトー。わー、こんにちは。南雲彩です、お願いします。はい、新橋ゲトーです。よろしくお願いします。というわけでこのハーモニーコンサートで、前回はね、僕のそのバリトンコンサートのスペシャルということで、この企画でやったんですけども、はい、アンケートとかいろんなところでですね、このにメンバーでやってくださいということで、全員で取り上げた一本丸々のコンサートでございます。1月18日上昇ホール、そして、はい、2月の1日、桜ホールでありますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。概要欄からまたは今井俊介のホームページ等々からぜひ見てみてください。よろしくお願いします。はい。はい、というわけで、今回は4人集まったので、噂とその真相みたいな感じのものをやっていきたいなと思います。ライトな感じで行きましょうってことだけは言われてるから。そうそう、ね、ライト。ディープなものはちょっとなりね、皆様が喜んでくれるようです。そうそう。例えば、あやちゃんは昔サッカー女子だったんだけど、本当？うん。っていうことで、ポンっていう感じでやっていきます。ね、これでまずこれは、うん、ホワイトボードに、はい、ホワイトボードに、そう、まず書いて、はい、ドーンみたいな。なるほど。はい、じゃあ、はい、シンバちゃんからいこうか。はい、じゃあ行きましょう。じゃあシンバちゃんに、はい、じゃあ相手からじゃなくていいの。いいよいいよ。いい、うん、じゃあ行きましょう。僕の、まあ、川村さんに対する質問からいきましょう。はい、せーの、ドーン。はい、川村さんは音大時代めちゃくちゃモテモテだったという噂ですが、本当ですよね。本当、嘘本当じゃなくて本当ですよね。聞いたことある。でも自分ではそう思っていません。ただ私もまあいろいろこうね、人生こうやってる中で、まあ一番こう輝いていたというか、はいはい、大学時代ですもん、すごい楽しかったんです。うん、私、本当ね、入りたい大学、東京音楽大学って入りたい大学で、はいはい、まあ、いろいろこうね、フリーターとかを経て、うん、21で大学入ったんですよ。そうですね。で、そこでもう、この4年間はなんとかね、自分が思うように、そして音楽も目いっぱい頑張って、うん、本当にね、練習もしましたし、はいはい、大学の自治会の会長とかやったりとか、あと芸術祭の実行委員会に加わったりとか、うん、そういうことをすごくして。あ、じゃあモテてたっていうのもあるし、なんか注目されやすい立場にいたっていうのもある。でも知り合いがいっぱいいました。ああ、なるほど。でも私もこの噂知ってます、うん、ね、俺もこの噂知ってる、ね、めっちゃモテたっていう、ね、各方面からちょげてたって話して、うん、だからきっと本当。周りから固めた結果本当でした。はい、本当でした。じゃあ次。はい、じゃああやちゃん。さあ、あやちゃんどうぞ。ちょっと2つあって、はい、まず川村さん、はい、上から。はい、イタリア人になりたいって本当？出会った時の話ですよ。はい、私が川村です、南雲ですって言って、僕ね、イタリア人になりたい。やばい人で、そんな人おらんでしょ。やばい人じゃん。留学してたっていうのもあって、はい、完全に日本人じゃなかった。覚えてない？川村さんはやっぱりいろんなところから染まっていくタイプ。だからやっぱりイタリアに行ったらイタリア人みたいな生活習慣でありたいと思う、うん、多分ね。だからなんか本気の染まり具合だったの、うん、風貌もその服装とかもね。そう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 、うん、でまあ長い間ねイタリアに行ってたっていうのもあるから、海外の血が入ってるんじゃないかなとは最初思いましたよ。ああ、うんうんうん、日暮里駅とかで、ね、警察に止められるパスポートっていうのはありますよ ね、 ですね。それはそう、別に、ね、でもメンタル的にはなりたかったんですよ。あ、でもやっぱ憧れました。あ、うん、やっぱりこう、ナポリとかにいた時にこういうイタリア人、ナポリ人みたいな、でそれでもし私が歌を歌ったらなんかもっとこういい歌が歌えるんじゃないのかなっていうことで、なるほど、イタリア人になりたいなっていうのは
ありましたけど、まあでもやっぱね、僕やっぱりその頃のことってすごく未だに記憶に残ってて大変で、うん、だからそれゆえに今もなんかこう、あ、イタリア人になりたいなとか、イタリアを自分の中で近く感じることは、あります。うん。イタリアに行ってたせいで、あの十字食べってんの、あれはできなくなったって。三角食べってんの、なんかおかずをこう食べて、ご飯食べて、こういうのができなくなったっていう。こう日本でもこう全部こうね、一緒に出てくるじゃないですか。ご飯食べたらもうご飯。うん、おかずを食べたらおかず。じゃあもうその一皿で完結するっていう。そう、お味噌汁はお味噌汁。はいはいはい。何年日本に住んでたんですかって話。ね、やっぱそうありたいって気持ちが強いと。そうそうそう。いや、でもそれはね、あんまイタリアの人関係ないのかな。なんで今これをガンガン強く言ってきたの。思い出したから。じゃあこれ回答はどっちになるんですか。だからあの今でもイタリアに対しての憧れはあります。ありますと、うん、でもやっぱりイタリア人ではなくて日本人で僕は幸せです。よかった。はい。はい、と思います。はい、でもう一個あって。もう一個あって、はい、今井くんに。あ、俺？そう。お医者さん目指してたって聞いて、本当ですか？これはね、本当なんですよ。おー！おあってんだ！どっとれ。ちょっといろんな間違いがあって。僕はね、獣医さんになりたかった。動物のお医者さんになりたかった。本気で？本気で。だから、国大も受けた。そうだったよ。今はもうみんなびっくり。センター試験とかも受けてみたいなの。国大の受験も、だから、落ちたけど。北里獣医とかも、麻布獣医大学も受けたんだけど、まあもちろん落ちたけどね。え、音大目指す前？音大目指す前。泳ぎなの？泳ぎはしてて、そう。でも泳ぎを、なんで仕事にする気はなかった。そう、結果ライフセーバーとかインストラクターをやることになっちゃったんだけど、うん、なんかやりたいのないかなって探してるときに、なんか獣医さん面白そうだな。おー、そのさ振り幅がすごいなよ、うん、そうね、運動してて、うん、今度そのさ獣医さん知らなかったから医者目指してるらしいみたいで、そっから、うんうん、そうだからやりたいことがなかったのよ結局、うん、そう、合ってる、合ってる、嘘ではない、ね、うん、結構事実、本当だったって、本当、これですか、はい、本当です、すごい、はい、今回はこのハーモニーコンサートの宣伝のためにお二人に来ていただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いします。後半もどうぞ見てください。今井俊介でした。神村圭司でした。長谷真彩でした。新橋茂人でした。バイバイ。